どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、1968年にリリースされた Good Night Baby The King Tones さんという4人のコーラスグループ、かっこいいんですよ。この曲をですね、このちっちゃいウクレレで簡単、超激烈簡単バージョンでやってみようと思います。はい、こちらの曲はですね、多分ですけど私の予想によると、これが流行っていた時期に20歳ぐらいだった方、今70歳とかその辺の、世代の方だと思うんですけど、あのですね、これ入門コード4つなんですよ。もし、皆さん70歳ぐらいのお友達、お仲間、先輩がいたら、この曲教えてあげてください。 C と F と G7 と Am できますからね。はい、これまた気持ちがいい曲でございます。ぜひこの曲を使って大先輩にも音楽始めてもらいましょう。ウクレレ取ったらすぐできますからね。はい、いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン、後半はいろんなリズムが飛び出してきます。かっこいい、ダンディーな雰囲気が出せるようにかっこいいバージョンやってみようと思います。さあそんなこんなでウクレレで音楽をやる、自分で歌いながら弾く弾き語り、これ最高に楽しいです。他の楽器も楽しいですけど、ウクレレが何がいいかというと簡単なんですよ。あとちっちゃいからどこでも持ち運んで一緒に歌える、これぜひ始めてください。簡単です、でも奥も深いですよ。なのでずっと続けられます。今ご覧になっている YouTube を見て、ガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでどんどん弾けるようになりますから、ここにリンクあります。ここのリンク先の初心者レッスンはここというところに行って、数字の順番に、見ながら、動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐに弾けるようになります。じゃあリンクあります。ここ初心者レッスン行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこにはですね、もうすでに私が取りためた650曲以上のありとあらゆる曲、夏メロ、昭和の名曲、最新 J-POP から洋楽からハワイアンからアニメソング、もう何でも、演歌もありますよ、何でもあります。先ほどのリンクの下の方に行くと曲のリストになってて、わーっと書いてありますんで、一回ちょっと覗いてみてください。さあそれでは Good Night Baby、 あのかっこいい曲、簡単コード4つでシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1, 2, 3, 4. きっといつかは君のパパも分かってくれる。後ろを震える肩を泣いてあげよう。だから Good night, good night, baby、 涙こらえて今夜はこのまま休み Goodnight 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 baby、 涙こらえて楽しい明日を夢見て Goodnight. せーの。じゃじゃん。はい、シンプル簡単バージョンやってみました。コード4つ、入門コード4つですよ。 C と F と Am と G7、 これでこの曲できちゃいます。はい、では、動画と一緒にテロップを見ながら弾いてもらうのももちろん素晴らしい、ノートにね、自分で書いてこれを見ながら弾くのもまた楽しんで、ぜひやってみてください。その時に書き出す時の参考になるように私のノートを見せようと思います。 Good Night Baby 1968年、The King Tones、 かっこいい。はい、まあ、イントロからで、ここちょっと見てください皆さん。ここね、下にこう F の下にこう丸く書いて Dm、 本当はここ Dm の方がいいんですよ。で、初心者バージョンは F で弾きましたけど、後半のかっこいいバージョンでここ Dm に置き換えますから、はい、そこをメモっといてください。つってもこの2個だけですけどね、出てくる、あ、3個か、はい、うん、じゃあここから一時停止メモっていってください。ここはゆったりしたところですね、ここまでが、はい、
がシンプルです。はい。でこっからテンポがちょっと速くなってぐんないぐんないサビになります。でもちろんこれガズレレオリジナルショートカットアレンジなんでフルでやりたい方は2番このまま繰り返してください。歌詞を変えて、はい。で最後にぐんないぐんないでこうエンディングをやって終わったという感じですね。これはもう超シンプルですから、はい。やっぱ肝はやっぱり歌い方とか溜める感じとか本当は裏声でいろいろ表現するといいんです。後半のかっこいいバージョンではちょっと1オクターブ上で歌ってみようと思います。今のあの低い方で歌いましたけど、じゃあ出てくるコードを解説します。はい。だからこれが、今やったシンプルバージョンですね。 C と F と Am と G7、 この4つ、これはもうウクレレ習ったその日にやるやつですから、はい。で先ほども言ったように、前半の部分で F で弾いたところをかっこいいバージョンでは Dm というコードを使います。でこの要は4つとか5つなんですけど、これはいつも出てくるこれです。ガズレレ必須コードという8個のコードのグループの仲間のうちの5つなんですけど、このガズレレ必須コードというのはね、8個のコードのグループの名前です。コードというのは星の数ほどありまして、全部覚えようと思っても到底無理なくぐらいに山ほどあるんですよコードっていうのはね。その中でやっぱり、雲もつかむような感じなんだけれども、まずこのガズレレ必須コードって言った8個の超簡単入門コードを覚えてください。これがもう全ての基礎になります。ガズレレのアレンジの中では。なんでこの8個のコードを、まず最初に最優先で覚えてもらいたい。その、わかりやすい解説動画を以前撮ってます。ここに貼っておきますね。ここでコードのお勉強をしてください。これはね、もう絶対マスターですからね。まあその中でも今日5つなんで、まあ入門コード5つとか4つだね、正確にはね。はい。やってみようと思います。じゃあここからかっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンはかっこいいんですよ。ちょっとこれ見てくださいね。まずここ。3連のアルペジオですね。これちょっとやってみましょうか。コードは C を押さえて、こんな感じです。3連か、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、これで、前半のゆっくりところといつかはこんな感じでやりたい。この弾き方、ここにリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から3連のアルペジオっていうところを探して一緒に、動画と一緒にそこで練習してください。これはなかなか面白いやつですからね。はい。で、もう一個ね、サビではですね、こういう表現です。普段とアクセントの違う8ビートが出てくるよということです。これもね、ここ見て、丸は、弱く弾く。黒は大きく弾くです。ズズ、ダツツ、ダツツツツ、ダツツ、ダツツ。ここにも書いた。ツツ、ダツツ、ダツツ。これを使って、ちょっとリズム速くなったところは表現したいと。C 押さえてそれをやります。ドゥンドゥン、ダンドゥンドゥン、ダンドゥン。どう？アクセントだけです。ドゥドゥ、ダドゥドゥ、ダドゥ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 、ダドゥドゥダドゥ。つまり全部弾いてるんですけど、アクセントだけで表現です。もう一回見せるか。あ、ここにテロップ書こうか。はい、これですよ。ツンツンタンツンツンタンツ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 ンタンツンツンタン。なんでこれ8ビートというよりは本当は全部弾いててアクセントだけで表現するリズムということで、これもサビのかっこいい、ちょっと速くなるところでこの弾き方をやってみようと思います。この2つの弾き方。で、やっぱこの曲の一番すごくなんていうのかな、奥深いところは、ここでテンポが変わるところがかっこいいんですね。ここで、だから、ぐんない。ここの、このテンポの変わり具合が、ここが、おしゃれでかっこいい。ダンディーな感じです。はい。これを意識して、また、歌ね。やっぱり R&B のなんていうか、ためとか、そういうのができる、気持ちよくできるといいと思うんですけど、はい。ぜひいろんな歌い方挑戦してみてください。じゃあ、これからいきますよ。かっこいいバージョン、グッドナイトベイビー、やってみる !1。君とパパも分かってくれる。後ろを向いた震える肩を抱いてあげよう。だからI'm not afraid.
Night Baby かっこいいバージョンやってみました。どうですか、この3連のアルペジオでためながら歌うとか、結構この本当にリズムの芯がこう通ってないとなかなか難しい。 R&B のこのためとかね、裏声になったりとか、あれをねこの3連のアルペジオの中でやるっていうのは結構ね、まあ、深いですね。そしてまた早くなった後もズンダズンズンダスカズンダズン、あれも体の中でずっとこうアクセントっていうかね、ビートを刻んでおかないとやっぱいろいろ左右されてしまう。この辺がやっぱ脳トレにもすごくなりますね。でかっこいいバージョンはコードは簡単ですけど、やっぱりリズム、 R&B の曲ってやっぱリズムがやっぱりね肝になりますから、いい練習になるんじゃないかな。でこういうのやっぱりやってると楽しくなってくるんで、ぜひこのリズムの面白さにもうモンモンハマってください。モンモンハマってください。はいはい、ガズレレ、ウクレレでどん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 いろんな曲 やりましょうね。もうできる人はどんどん教えてあげてくださいね。お願いします。ガズレレの最新情報をご案内です。明日はちなみに広島、明日じゃね、明後日か、広島、博多、福岡行きますからね。皆さんお一人でも大歓迎、来てね、ご案内します。どうぞご案内、はい、ガズレレホームページどうぞご覧になってください。ガズレレホームページを見ていただいたらいろんな情報盛りだくさん、はい、ホームページのリンクここに貼っておきます。でガズさんですね、いろんなイベントやっております。で最新情報からここにバーッと書いておきますけど、博多、広島 と福岡行きますからね。2月はお待ちもうそのあたりの方も大集合してください。ウクレレ持ってきてよ、ウクレレ持ってきて一緒に歌いましょう。お一人様も大歓迎、私がいるから安心してください。楽しいですよ。でいろんないい話もするし、あの皆さんの質問にも答えるし、まあ、とにかく楽しい。でこういうイベントどんどんあのさっきの下に続いていくんですけど、三重とかねそっちの方に行くんですけど、この先また日本中行きます。どこまで行くか、最後2019年9月1日にドーン、日比谷の野音ガズレレ決定しております。この辺の詳細もうちょっとしたら大公開します。ちょっと楽しみに待っておいてください。野音でガズレレですよ、これやばいことになりますからね。はい、それでですね、はい、こちらドーンガズさんね CD も出してます。 CD っていうのは2枚組で、1枚の CD は作品としての CD、 もう1枚はその作品の質の CD が弾けるようになるレッスン動画ということで、 CD はね、YouTube でも全部公開してレッスン動画も上がってます。その CD のこと、レッスン動画のこと全部ここに一目にして CD の関係のことまとまってるんで、ぜひ聴いてください。めちゃくちゃかっこいいですから、今流れてる BGM もその CD から出るんです。コードは4つか5つくらいでできちゃうってやつですね。はい、この CD もよろしくお願いします。あとね本いろいろ出してます。はい、主婦の友社から出てるめちゃくちゃいいこと言ってるガズレレのあのスピリット、私がどういうこと、私は白血病で骨髄移植したりとか結構すさまじいんですよ。その中で楽しみを拾ったぞっていうのはこの本で、はい、こっちはリットミュージックから出てる日本で一番今売れてるウクレレ教則本、超簡単版です。これめちゃくちゃ分かりやすい。はい、こっちはガズレレ歌本シリーズもとうとうボリューム5まで来ました。こちらも累計3万部を超えてる売り上げを誇っていまして、なんで売れてるかというとめちゃくちゃ分かりやすく簡単だからです。はい、ありがとうございます。こっちはもうあの YouTube 完全連動なんでね、ぜひ楽しんでいただけると思うんですけど、そんなこんなでもうガズレレ盛りだくさんです。ホームページ一回冒険してもらうとですね、いろんなグッズ売ってます。このウクレレも売ってますし、こういう水引きも売ってますからね、こうストラップなんかもあります。あー、これはもう大盛りだ。ウクレレで音楽で人生を豊かにしよう、楽しくやろうぜ。バイバイ、また会える人はどんどん会いに来てくださいね。さようなら、音楽楽しみましょう。バイバイ、チャオ。